今回は奥利根スキー場に行きたいと思います。まずは上里サービスエリアでマリトッツォとコーヒーをいただきます。今日の都心は気温17度になるみたいです。雪大丈夫かな。奥利根スキー場に着きました。スキー場は日中15度まで上がる様子です。さあ行きましょう。階段を登って最初のリフト乗り場へ行きます。この辺りは土が見えていますね。リフト乗り場です。下のコースは雪がない状態です。第2リフト B に乗り継ぎします。ここはクラシシゲレンデです。雪はガリガリですね。今日は人が少ないのでぶつかる心配が減りました。左手に見えるのは向山ゲレンデです。第4リフトに乗り継ぎします。土が見えています。岩肌も見えています。今シーズンはそろそろ終わりなんでしょうか。いろんな足跡があります。そんなところでしょうね。あとはもう天気最高で暖かいから。一番上まで来ました。早速滑りたいと思います。さあ行ってみよう。今日は春スキーの陽気です。こちらの雪はあまりガリガリしていません。そして景色がとてもいいです。土が見えています。この道はとても細いです。ここも土が見えていて石も転がっています。もう一度第4リフトに乗りたいと思います。さあ行ってみよう。
ちらは向山ゲレンデです。行ってみよう。今滑ってきましたコースの映像をお送りします。こちらにウェーブがあります。気をつけていきます。向山ゲレンデのもう一つのコースです。次は倉獅子ゲレンデを降りてレストハウスに行きたいと思います。ところどころ土が見えています。雪はボコボコでカチカチなので注意していきます。無事降りてこれました。ランチタイムにしましょう。何にしようかな。油淋鶏にしました。いた
ただきます。サクサクな鶏肉と酸味のあるネギソースが合っていて美味しいです。屋根のつららが勢いよく溶けています。ごちそうさまでした。さあ行ってみよう。西日が綺麗です。一番上まで来ました。
気がないけど大丈夫かな。汚れてしまいました。傷もついてる。帰宅したらクリーナーでメンテナンスをしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。小腹が減ったので神里サービスエリアでかぼちゃのおやきを買いました。気をつけて帰りたいと思います。高評価、チャンネル登録で次回を楽しみにしていただけると嬉しいです。コメントも楽しみにしております。